はい、こんばんは。こんばんは。始まりました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。今日は星の王子様の日ですよ。はい。この星の王子め。長い星、長い星。草でしかない。長川。草でしかない。大草。何を言われてるんですか。こんばんはに。はい、皆さんこんばんは。59分に始めちゃった。すいません。あー、フライング。たまにはいいんじゃないですか。おい、いつも遅れ気味なんでね。確かに。そうですよ、はい、その分取り返していきましょう。はい、はい、ということで、はい、ね、どん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 。さあ、アイドリングトークお願いします。今日暑かったね。はい、暑かったです。今日、今年1位じゃないですか、多分。今日、今年1位。日差しがね、強かったよね。なんか今日テレビでもなんか今年一のなんたらみたいな書いてた気がしますけども。あ、そうなんだ。今日暑かったですね。今日暑かったですね。30度超えてたんでね。皆さん体調大丈夫ですか。はい、日焼け止めちゃんと塗ってくださいね。いや、今日塗り忘れた。今日バケハ率多めだ。はい、確かに。これ以外もらいました。龍太くんから。龍太くんね、はい、うん、いや、かっこいい、嬉しいっす。やう、やう、やばいって言おうとしたけど。そうですね、龍太くん、全員分ね、送ってくれたので。超かっこいいっす。龍太くん、ありがとうございます。ありがとうございます。見てないけど、ちゃんと。はい、日焼け止め大事ですよ、マジで。大事、うん、本当に。美肌、守っていきましょう。はい、うん、シミになったりするから。紫外線はやっぱ焼いてた。うん、身としてはやっぱこういうのあるの。あります。やっぱね、あえてやってた時期もあったんですか。全然ありましたよ。だってもう肌黒いのかっこいいみたいな。かっこいいってあったんですもんね。はい、ありました。シャウエッセン先輩パリッパリだったもんね。もう肌ガングロのダボダボジーンズ、もうなんならタンクトップでもよかったぐらいの時期とかありましたね。いいですね。はい、ショーン・ジョーンとかもめちゃくちゃ入ってました。あー、懐かしい。はい、ショーン・ジョーン、ティンバ履いて、ティンバランド、青春ですよ。青春ですよ。カリカリに焼いてね。カリカリに焼いて。シャウエッセンの時に。あれ好きですね。はい、はい、はい、ということで、はい。はい。じゃあやっていきましょうか。はい。はい。はい、ということで、YouTube 6万人登録者数突破ありがとうございます。ありがとうございます。ここからなのでね、しっかりもう地に足つけて、はい、頑張っていきましょうよ。本当にここからですね。ここからですから。クックのね、 YouTube 最近上がったね。はい、30分ほど長々と、話させていただいたので。長々とね、コメントもすごい読んでるので、はい、ぜひたくさんコメントしてください。お待ちしてます。お待ちしてます。お願いします。あと CL さんで僕たちの動画アップされてます。はい、はい、ぜひ見てください。見てください。CL も YouTube もね。はい。交互に見てです。CL と YouTube、はい、交互に見てっていうことで。じゃあ、日賀さんお願いします。ちょっといい、じゃあ、フルスイング。俺、疲れてる。あ、そっか。体さ。ジム行ってきたからね。今日、はい、ジム行ってきたんで、ちょっともう。今日は一緒にジム行ってきました。今、可動域これぐらいです。バキバキっすか。その可動域狭っ。狭めだ。今日めっちゃコンパクトっすね。うん、今日はもう軽い気狭めだ。狭めなんだね。みんなで10万人行こうって。行きましょう。行きましょう。お願いします。そうですね。だから今6万人だから、あと4万人です。そう、クックの深掘りが出たということは、はい、それは比嘉さんのもそれは出ますよ。出ますよ。それは出ます、うん。ただタイミングはちょっとまだありません。はい、だからクックの深掘りで2万で、うん、俺の深掘りで2万。ずつ増やす。達成。達成ですから。いやいや。そう簡単に。まだまだあります。まだまだね、はい、高い壁あります。皆さん、はい、一緒に乗り越えましょう。お願いします。お願いします。はい、ということでね、ふつおた、はい、読んでいきますか。はい、久々じゃない、ふつおた。いや、本当に年内から充電器させてやります。6万人おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もったいぶってって。じゃあ僕早速読ませてもらっていいですか。はい、アスカさん、アスカ点さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ読まれたことないのでお願いします。
スー君と同い年で高校時代ルーズソックス派だったんですが、みんなはどっちが好きでしたか。いいよみんなにお願い、もし恋人だったら何て呼んでくれますか。名前、あだ名、ベイビー、ハニーなんかちょっとなんかベイビーハニーベイビーハニーあたりちょっと懐かしい匂いしますね。スー君の好きを届け、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ルーズソックスいいですね。恋人だったら何て呼んでくれますか。俺はベイビーだな。あら名前リュウジ君とかは何派ですか。ハニーですか。アスカ。俺はね、そうだね、ベイビーじゃないかな。ベイビー、ベイビーちゃん。僕のベイビーちゃん。アモーレ。アモーレ。ベイビーちゃん。アモーレ。アモーレ。いいね、なんか本場じゃん、うん、本場本物じゃん。まあそんな呼び方はしませんけど。アスカさんなんて呼ぶ。僕はあだ名ですね。あだ名。なるほどね。ということで、ルーズソックス。あんたまでよ。ルーズソックス可愛い。僕はうん、僕の時代でもあれでしたよ。あのルーズソックス体育祭とかで履いてる方いました。ルーズソックスはいつの時代もいるよ、うん、やっぱりギャルの代名詞だもん。そうですよ。今なんかだってね、それこそまた、ね、またいい感じに戻ってきてますよね街でもよく見かけますよ。いいんじゃないですか。見かけますね。うん、可愛いと思います。可愛いと思います。可愛いと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。僕いいですか。はい。ロンチャさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、ウルフ。今、バイト終わってギリギリ滑り込みセーフ。おぉ。武者修行初日行きましたが、最高でした。個人的に、スイートレインのゆらゆらダンス好きで、得点会の時、りょうじくんの前で踊ったんだけど、覚えてますか。また行きたいです。九州で待ってるね。覚えてますよ。写真付きです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆらゆらダンス。こうやってしながらね、話しかけてくれてね。ありがとうございます。面白かったですね。そうですね。なんかこれはまあね、覚えやすい振りだし、はい、うん、ぜひ覚えてください。ゆらゆらげとしさの雨にあったない。まあここから先はね、武者修行に来てくださいけど、お楽しみになるので、本当に特典会めちゃくちゃ楽しかったので、またね、はい、今週も石川、富山とありますけれども、ぜひ皆さん、はいはい、参加してみてください。あと2日ですよ。絶対楽しいと思います。あと2日早い早い早く来てもうあと2日でまた虫修行。はい、またね、僕たちもリハーサルして楽しみだな。どんどんブラッシュアップしたり、よくしていこうっていう風にやってるので、うん、楽しみにしててください。楽しみだね、はい、たくさんの方が来るのを待ってます。お待ちしてます。こっち側も楽しみ。マジでマジで楽しみ。マジで。あとあれですね、特典会来て CD のCD の、そうですね、 CD の方もなんと言っても CD を買っていただいて、買っていただいて、はい、入れちゃう。はい、ぜひね、優先エリアでね、見てほしい。見てほしいですね。ですからね、はい、私やっぱりそれがね、僕たちが本当にビルボードチャート入るか入らないのかい、どっちなんだいという、直接つながる、直接本当に、はい、曲がどんだけ売れたかっていう話ですからね、リアルに。そうです。ぜひ迷ってる方お越しください。お前が一番迷ってんな。後悔させません一番迷ってんな何を言うのか、もう来てくださいって言った方がいいのかなとか思います。いや、もうぜひ来てください。力強く待ってます。待ってます。ありがとうございます。あれ、はい、あれ、じゃあいいですか。はい、どうぞ。はい、アイタンラブレッドさん、ありがとうございます。アイタンラブレッドさん、ありがとうございます。ずっと気になっていたので教えてウルフ。このビジュアル写真、りょうじくんだけボタン全部止めてるのはなんで。武者修行の時ファスナーの位置だったりも揃えてるって言ってたから、何か理由があるのかな。武者修行で会えるの楽しみすぎて毎日ワクワクしてます。りょうじくん大好き。ありがとうございます。ありがとうございます。これは特にね、ないですね。これはないですね。はい、その日の気分、もう気分です。はい、逆に僕はこの前全部閉めてた。てかこれね、あれですよ、うん、確かにみんな開けてるね。まあでも2個開けてたり1個開けてたり、うん、人によってこれは、そうですね、特にここに関してはあれかもしれない。今回はなかったです、はい、
でも気分で開けたり閉めたりしますよ、はい、暑かったり暑くなかったり、はい、すごいとこ気になってるね。そうですね、まあ、よく見てくださってる、すごい細かいところまで。武者修行で会えるの楽しみも間違いないです。お待ちしてます。楽しみです。お待ちしております。ありがとうございます。はい、はい、どんどん読みましょうか。はい、いいですか。はい、みさぎさん、ありがとうございます。ありがとうございます。武者修行初日参加しました。パフォーマンスに特典会すごく豪華で楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。パフォーマンス前の掛け声は何て言ってたんですか。聞き取れなかったので教えて。ウルフ D 君大好きよ。ありがとうございます。ありがとうございます。パフォーマンス前掛け声変わったの気づいていただいたみたいです。あ、エンジン、エンジン、さすがですね。さすが。それはもうあの現場でのお楽しみです。はい、よく聞くと、はい、わかるのかな。よく聞いてください。僕らもね、皆さんに聞こえるぐらい大きい声で、そうだ、確かにそうです、やるのでお楽しみに取っときましょう。楽しみです。言わないのね。言わない、言っとけとか、言っとけと思います。別にどっちでもいい。でも結構なんかそこでなんか驚いてくださる方多いですからね。どっちでもいいだろ。マジでどうぞって聞いた。あれは、え、いいですか、リーダー。はい、全然。あれは、3、2、1、ラブレッツって言ってます。はい、これはもう僕の、はい、両親が独断で3、2、1、ラブレッツってリーダーが考えてくれて変わりました。はい、でもなんか新鮮味があって良かったです、すごい。そうですね、はい、あと、まあ武者修行、前回の武者修行でもね、ちょっとやっぱりこう深くこう決めきれなかったっていうのもあったんで。そうそうそう、あれもうとっさに決めたのでずっと言ってたっす。なんかちゃんと作りたかったって、そこが。そうだったんです、スイッチワンタブレット。ぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、じゃあ、はい、これ読ませていただきますね。はい、ゆうりさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ふつおた、ウルフにどうしても伝えたいことがあります。すごい奇跡が起きました、はい、ウルフをきっかけに仲良くなった子が通ってた学校の後輩だったんです。世間狭いなって思いました。ちなみに皆さんの世間狭いと感じた瞬間ありますか、ということで。ああ、そういえばこの前の特典会でありましたよ。僕、何ですか。あの、まさか特典会で全然僕はあの初めてお会いしたんですけど、その方と、はい、ありがとうございます、ありがとうございますってやってたら、僕の地元の美容師さんと担当一緒でした。おお、すげえ。すごいですよね。たまたま、たまたま、すごいですね。僕のが小6とかからずっとお世話になってる美容師さんの担当の方でした。すげえ。その美容師さんの方のなんとかさんっていう名前、なんとかさんと一緒だよみたいな、あの担当一緒。なんか見たかもそれ。はい、一緒ですよ。ええってなったっす。すごい。名古屋で、名古屋で。狭いですね。はい、なんかこの方もね、なんかウルフきっかけで仲良くなったのが学校の後輩、なんかすごいですね。巡り合わせですよ。すごいですね。すごいですよ。あの、僕もね、あのあれですよ。最近あの密着でカメラ撮ってくれるともきいるじゃないですか。はい。僕らのあの YouTube とかいろいろな場面で。僕らの素顔をこう密着で、ね、ずっと密着してくれてるカメラマン撮り続けてくれてる方がいるんですけども、はい、それも僕もね、あのここのジム LDH に入る前から実は出会いがあってですね、またこうして巡り合わせで一緒にこういるっていう、現場にいるっていう、なんか不思議だねみたいな話してました。世間狭ですね。世間狭いっすね。あ、ちょっと待って、俺もあったわ。え、いいですか。はい、あの、はい、あ、ちょっと大丈夫。なんで3日前ぐらいにさ、はい、あの撮影したじゃん。はいはいはい、はい、とあるね、はい、うん、とある撮影が、その時にいらっしゃった、スタッフさんの方が、うん、友達とめちゃくちゃ仲いいかったらしくて、そうそう、でその日の夜にその友達から今日何々くんあったでしょみたいな言われて、で名前まで知らなかったから、はい、何々くん誰だみたいな言ったら、この子って写真送られてきて、それがその日にいたメイクさんの方で、スタッフさんの方で、えーえーえー、みたいな、友達なんだよねみたいな言って、あー世間狭いなというね、狭いですね、ありましたね、結構タイムリーに、すごい、はい、ご縁でございます。ご縁でございます。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ僕行きます。はい、お願いします。ゆうかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんウルフ。こんばんウルフ。我が家オリジナルチョコバナナナッツサンデーです。うまそう。ウルフの皆さんはうまそう。これ手作り？アイス、何味、何系が好きですか？アイス大好きなのでおすすめあれば教えてほしいな。杉山ラブ、りょうじくんにあだ名、あだ名ゆうか、ゆうか、え、先生、どうしたらいいですか？じゃあ、ゆ、ゆうかちゃん、ゆうかさん、うん、じゃあ僕あだ名決めていいですか？お、お願いします。ミシェル。いや全然関係ない。あ、ミシェル今日から全然関係ないじゃん。はい、あれ全然関係ないけどね。カタカナ全然、うん、そんな感じでいこうかな。なるほどね。ミシェル。じゃあこれ例えばじゃあ、はい、カレンとかだったら誰、どうする？あ、うん、カレンさん、うん、あだ名ね、はい、アンディ。アンディ本当にもう複雑になってきますね。もうあれなんだ、もう元は別に元は別にあだ名でしょ。あだ名だから、あだ名ってのはそんなもんじゃない。なるほどね、確かに確かに。ミシェル、あ、いいっすね、その新しい。確かに何でもいいっすもんね。出てきたものでいいんだもんね。はい、だから皆さん僕にあだ名つけられるの嫌だった。全く関係ないのつけられる。誰も聞いてこなくなるかもしれないです、特定回数がね。ミシェルですって、あだ名つけてください。でも来なくなっちゃうかもしれない。あの、ミシェルですって言われたら分かるもんね、めちゃくちゃ。おー、ミシェル。確かにミシェルじゃん。元の名前を今度忘れてしまいそうだよね。アイスの人だってなるよ。好きなアイス。そうそうそう。でもうまそうですね、こう。うまそう。多分手作りですよね。美味しそう。好きなアイス何ですかっていう。僕はあれ、ブリュレです。ブリュレ、好きなイメージあるね。カチカチの硬い、はい、硬いやつ。はいはい。どんどんギーちゃんによって言っちゃう。俺あのキャラメルクラシック好きですから。わあ。キャラメルクラシック。ゴーハーゲンダッツの名前言ってる。名前が全部言ってる。名前言ってしまっている。あのクリスピー。ああ、はい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 。サンドの、ね。うまいね。ああ、ありますね。はい、あれをちょっとだけ溶けた状態でこう中とろうぐらいの溶かして、なるほど、外パリ中とろう。あれ結構いい値段しますよね。うん、する。300円ぐらいするんじゃない。300円、400円ぐらい。そう、だからちょっとね、あれなんですよ、ご褒美に買うとき若干力むよ。いや、いや、これ2個いけるぞみたいなね。他のもので2個いけるぞ。最近ちょっとだアイスで悔しい思いしてるんですよ。あ、そうなんですか。あの、ガリガリ君のリッチチョコみたいなやつ、はい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 、あったんですけど、それ多分期間限定だったっぽくて、はい、もうないのよ。へぇ、そんなのあったんですか。ちょっともっと買っとけばよかったと思って。なるほどね。すっごい後悔してんの。それはちょっとね、アイスあれはめちゃくちゃ食べた食べてないです。食べてないです。僕ガリガリ君の中で、あ、爽やか系のやつが好き。リッチチョコみたいなやつ、あれはね、ちょっとズバ抜けてうまかったっす。へぇ、リッチチョコ、あ、俺あるわ、食べたこと。ガリガリ君の、うんうんうん、ちょっとね、あれは本当にめちゃくちゃ美味しくて。リッチシリーズがあるんですね。リッチシリーズ結構ね、うまいの多いです。そうそう、あるね。リッチシリーズ美味しい。それの食べてみたい。チョコがもう本当に美味しかったんで。そう、どれもうまいですけどね。中でもね。また出てほしいなっていうね、うん。ちょっと見てる。ガリガリ君のなんか販売のなんか。いい。やめなさい、ね。お待ちしてます、ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どれもいいですか。みんなクックはあれないですね。抹茶、僕は抹茶好きだったんですけど、はい、最近なんか落ち着いてきて、あのバニラビーンズめっちゃ入ってるバニラ、めっちゃ味の濃いバニラ、あ、もうストレートのあれがシンプルになってきたんだ。はい、バニラは好きになってきましたね。ビーンズね、いいよね。香るビーンズいいよね。香るビーンズ、うん、いいよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。います。モアイちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ボアノイチ。ボアノイチ。ボアノイチ。ごめんください、ポルトガル語です。花山のリリーベ行きました。スー君しようかと思ってたのに、あんなキラキラ笑顔されたら惚れてもやろうでした。もちろん4人ともかっこよかった。CD 届くの楽しみにしています。覚えてくれてますように。ありがとうございます。ありがとうございます。あれですね、 PK シーズさんのタオルを持ってくださってます。覚えてますよ。ありがとうございます。ボアノイチって紙に、あ、何よく分かったっすね。ボアノイチ、ポルトガル語でこんばんは。こんばんは。いいですね。ボアノイチ。
ボンノイチ。PK シーズさんの、あのタオル持ってる方も結構いらっしゃって、ちょうど名古屋でだからやった、うん、そうですよね。あーなるほど、流れてきてくださったんですか。ありがたいし、ありがとうございます。紙にだるま推しって書いてくださったやつ見せてきた方もいらっしゃってあちらにいますよって言って僕の方に、はい、CD 届くの楽しみにしてますって買ってくれて、ありがとうございます。楽しみにしてください。ありがとうございます。 CD も、ね、楽しみにしてください。楽しみにしてください。もう本当にちょっと買ってよかったって多分思います。やばいですね。自信はすごくあります。はい。もう一個も合わないことですよ。これマジでおもろいんだよ。こうなってる。ありがとうございます。ありがとうございます。もう愛ちゃんちゃん音がすごい。音受けたな。日賀さん、普通音なかなか、ね、時間かかりますね、日賀さんね。僕かかるんですよ。じゃ僕行っちゃっていいですか。今日、スー君の、今日、昨日、なんか、ツイッターに投稿されたスー君の自撮り、ちょっと美中爆発してましたね。あー、やばかったっすね。個人的にちょっと好きでした。ありがとうございます。すごくなんかあれ、流行りらしいですね、あの撮り方が。そう。あ、そうです、そうなんですね。なんか、らしくて、はいはいはい、ちょっとじゃあやってみようかなと思ってやったんですけど、ちょっと、携帯遠かったな。もっと携帯近くに行かせるべきでしたね。ね、あだからあれでしょ、携帯の中がもっと見えるように。中からの、そう日がの中の日がみたいな感じ。そう、ね、もっとやるべきでしたね。あれめっちゃ良かった、ね、めちゃくちゃ良かったです。ありがとうございます。でももう一枚あるから、それ もう今日あげようか。同じようなんだけどね。同じようなんだね。あげるかもしれません。いや、ないかもね。ないかもしれない。同じやつに2日連続いらなくて。わかります。これだよね、あげたの。あ、それともう一個。あ、これもう昼間が3、もう一個はこれなんで。サンタテのやつが持ってるね。そうですね、うん、結構サングラスの。あのサングラスめっちゃ好きです。これかっこいい。これやばいですね。ありがとうございます。やっぱそのヘアスタイルいいね。髪の毛、うん、最近ちょっと伸びてきて、はいはい、はい、いい感じです。何スー君のこのセクシーな口紅、かっこいいですね。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕いいですか。どうぞ。ミキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんください、りょうじくん呼んで、双子の弟と特典会行った時に、わお、双子で応援してますが、りょうじくんに聞こえてなかった様子のまま終わっちゃったと思ったら、後ろの弟とりょうじくんがこんな会話してたのを聞いて笑いました。このタイミングカップルって多分俺言ったんですよ、覚えてて。あの弟さんと、はい、このミキさん、はい、こうカップルだと、ああなるほどなるほど、勘違いしてしまう。いましたね、双子でね。僕もそれ見たかも。男女でいると確かにカップルに見えるかもね。そう違うで、そう違うって言われてこうあーってなっちゃった記憶あります。ミキさんだったんですね。ミキさんだったんですね。あ、お前だったの。あ、これだ、この男が。おそうそう、このうん、あ、画像、18号、画像ありましたもんね。わ、すいません、その説は。その説はですね、あの、本当に不快な思いをさせてしまっていたら、本当に申し訳ないなと思っています。うわ、代償がでかい。両親もチーム行った後だから、髪の毛がもうやばいです。いや、でも面白いですね、得点変えると本当にあの一致するっすね、いろいろ。やばいっすね、コメント見てて、あの、うん、特典会で見せられた画像めっちゃあの見覚えある画像ばっかりですもん、はい、そうですよね、確かにね。めちゃくちゃ覚えますよね。見せられた画像って見せられた画像ってちょっと言い方悪かったか見せてくれた見せてくれた画像さ、うん、見せられたってもうさ、すいません、ちょっと言い方悪かったかもしれないです。よくない、それは。すいません、難しいそれはもうすいませんすいません、それはもうその説はね、その説は本当に脱毛していこう。それは脱毛しよう。謝罪するときはね、ちゃんとね、脱毛しっかり謝罪するときはちゃんと、そうそうそう、すいません、全力謝罪、うん、すいません。これで多分許されたと。大丈夫だ、クックも、はい、多いっす、結構おもろ。ありがとうございます。ありがとうございます。また特典会来てください。ピンクですって、ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。僕らも楽しいですよ。うん、ラストぐらい。そうですね、ラスト、ラスト。もう本当あと2日で石川、富山。じゃあ俺これありますので読みます。お、ミシェルさん。お、ミシェルさん、あれ
多分別の方かな、別のミシェルさん、うん、本当にミシェルでやってる方。なるほどね、今変えたわけじゃないんだ。でもあれだ、多分でも聞き覚えあるの、前も読ませていただいたかもな、聞き覚えあるっすよ、俺なんか。あの双子の方、あだ名つけたことある気がする。双子の方だよ、ミシェル。ああ、俺ミシェルってあだ名つけませんでした。つけたような、つけたっけ。じゃあミシェル3人くらい、多分ミシェル3人くらいいます。めちゃくちゃ乱用してるじゃないですか。確かに。まあまあまあ、うん、ミシェルさん、はい、読ませていただきます。ね、ミシェル、はい、こんばんは。おーん、こんばんは。この前子供が、風が強いから帰りたいと言っていて、スー君と同じと思って一人で笑っちゃいました。似てる。あれ？理由をスー君以外にも使う人がいたみたいです。スー君大好きです、ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、風が強い時は帰った方がいい場合もある、本当に、うん、いやあるあるある、全然ある。危ないですからね、風。急になんかなんかね、飛んできたりするかもしれないし。そうですね、目にご迷惑が入るかもしれないです、風で。気をつけないと。そうですね、だから帰った方がいい場合もあるからね。場合も、はい、まあ、ほぼないですけど、ね、ほぼないですけど、多分普通にだるいんだと思う。だし風強いから帰りたいって言ったら周りはこういう感じになる。なんかみんなだって、来ないもんいつか。まあでも他にもいたみたいなんで、はい、はい、僕だけじゃなかったぞ、そういう人間はいると、僕だけじゃなかったぞということで、はい、分かりましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上ですかね。はい、本日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、じゃあスクショタイムをねやりたいんですけど、はい、今日はビートルズの日でもあるということで、星の王子様の日かビートルズの日か、これどうしますか。これビートルズの日、あのおかっぱのかつら今ないんですよ。今外にいないですよ。すぐそんなすぐ出せるような感じでもないんですよ、別に常時してるわけでもないんですよ。なんか難しいですね、常備。俺今常時って言いましたね。常時、ケアレスミス、常時あるわけではない、ケアレスミス。これ領事あるあるなんですよ、あの一文字違いとか、領事、領事、常時だけに。すみませんね、あの英語だけじゃなく日本語も勉強させていただきます。僕もな、何で、どうします。難しいですね。星の王子様の、星の王子様ってどうやって表現すればいいの。確かに確かに、まあ、王子様になりきる、なりきる、どうやって、例えば、あ、むずいな、星、確かにむずいな、ちょっといいっすね、一個頼む、いいっす、あと二個、よし、なんで合わせていくの。そうだ、それだわ、イエーイ。あ、俺こっちの方がいい。うん、あ、いいじゃんいいじゃん、ちょっとちょっと無理じゃん、こっちを俺やるわ。横棒線になっちゃう、そうするの。はい、なんか違くない、なんか指の長さ、なんか違う、あ、来た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 、いいっすね、来た来た、かわいい、星、ペイカー、星の王子、星の王子様だ、星の王子様いいんじゃない。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、あと2日で武者修行石川、そして富山ありますので、ぜひ初上陸、初です、石川富山、盛り上がっていきましょうよ。待っててください、しょうよ、やりましょう。はい、皆さん元気を持ってきてください。はい、あとは何もいらないかもしれません、あとちょっとお金とね。いやだって帰り大変、まあまあ確かに、電車だりとかさ、確かにね、あと CD こう予約するってなった、そうですね、あのさっきあのコメントでどうやったら特典会参加できるのってコメントあったんですけど、はいはい、あの会場であの何時からっていう販売の時間が書いてあるので、うん、あのそこであの CD が販売されるので、はい、そこで予約していただいた方はあの特典会参加できるのと、あと優先エリアの、うん、あれですね、番号がもらえます。はい、手挙げたら声出したら盛り上がって大丈夫かな。そうですね、そうですね、あのもう本当にみんなと一緒にヘンズアップしたいですし、声もね掛け合って、もう一つ一つっていうかね、もう本当にあの前回の武者修行でもすごい
あ、いいなと思ったのがやっぱりこう皆さんの声を聞けることがね、うん、はい、やっぱ当たり前じゃないじゃないですか、はい、なので本当にあ、いいなと思ったし、それでね、僕たちが求めれば求めるほど皆さん答えてくださって、もう、はい、ウルフのみ、ね、皆さん最高だななんて思ったんですけど、マジでやっとですよ、やっと皆さんもこうライブを本気で楽しめる時が来ましたので、はい、ぜひ本気で楽しみましょう。はい、お願いします、ね、一緒に、はい、はい、お願いします、お願いします、お待ちしてます。会場によってマスク着用じゃなきゃダメなところもありますもんね。あれ会場によって、会場ルールが、そうなんですよ、会場ルールがあって、マスク着用じゃなきゃダメな会場もあるので、ぜひマスクお忘れなく、はい、忘れなく、はい、事前に調べられる、事前に調べられるみたいなので、はい、そしたら調べてください、ね、はい、はい、お願いします、お願いします。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ締めを東さんお願いします。はい、はい、ありがとうございました、はい、また2日後、はい、武者修行で、石川富山お会いしましょう、はい、ということで、CL も上がってますので CL もぜひご覧ください。そして YouTube にクックのね、あの長いインタビューもクックの深掘りですか、はいはい、クックの深掘りをしてるやつも上がっておりますので、はい、そちらもぜひチェックして、はい、コメントもお待ちしてます。今俺がやってる、今俺がやってるでしょうか。邪魔しないでちょうだい。いや厳しめだね。なんか手が、今俺がやってるでしょうか。はい、ということで YouTube もね、やっと6万人と、はい、達成したので、このままあのね、ブーストかけて10万人絶対に達成したいと思いますので、皆さん引き続きよろしくお願いします。お願いします。授業もお待ちしております。それじゃあね、またね、はい、それじゃあね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、もう消そう。はい、ありがとうございます、日賀さん、本当にはいね、それじゃあね、バイバーイ。はい、ありがとうございます。じゃあ、お疲れした。それじゃあね、バイバーイ。はい、お疲れした。切っときます。これわかる、切っときます、大丈夫です。切っとけ、はい、ひろひろ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。